皆様大変お待たせいたしました本日はご視聴いただきありがとうございます時間になりましたので多摩デザインユニバーシティ講義プログラムを始めます多摩デザインユニバーシティは新しい世界をどうデザインできるのかを共通テーマとしたバーチャルの大学ですデザインの領域が広がってきている中で その拡張していく領域の第一線で活躍する実務家の方や大学の研究者・デザイナーの方などをお呼びして毎日開講しております50の新しいデザイン領域についてそれぞれの視点からこれから何をデザインしていくべきなのかを大学の講義のような形でお話しいただいております本日の配信は東京ミッドタウンタワー島5階にあります 東京ミッドタウンデザインハブよりお送りしております。本日の講義はデザインハブの構成機関である公益社団法人日本グラフィックデザイン協会の皆さんにご協力いただいております。日本グラフィックデザイン協会は日本で唯一のグラフィックデザイナーの全国組織で現在3000名の会員の方が所属しており、年間の発行、展覧会やセミナー、 デザインの権利保護などの公益事業などされております。今回ご登壇いただく先生は、日本グラフィックデザイン協会の会員の方でいらっしゃいます。質問やコメントは随時受け付けております。最後の質疑応答の時間にまとめて取り上げますので、チャット欄に書き込んでください。本日は天体デザイン代表でデザイナー・アートディレクターの 天卓正志さんより講義を行っていただきます。デザイン都市のデザインとは。を問いとして。デザインアドバイスの領域についてご紹介いただきます。それでは天卓さん、ご登壇をお願いします。お願いします。いいすね、はい。あ、すみません、すみません。よろしくお願いします。 もういいいですすすね、はいえー、よろしししくお願いしまま、えー、天徳雅と申します、えー、ちょっと緊張、ちょっとじゃないですね。めちゃめちゃ緊張してるんですけど、えっ、ー、と、まあゆっくり、あの、落ち着いて話ができたらと思ってます。はい、えー、とですね。まあタイトル、デザインアドバイス、デザイン都市のデザインとはということで、えー、っと、タイトルを自分で考えて、 えー、提案させてもらってるんですけど、あのー、そもそもこのタイトルでいいのかなというのはちょっと悩んだところでして、えー、と先ほどご紹介いただいたみたいにですねあご紹介の中にもあったようにあの私はグラフィックデザインの協会にも属しててでグラフィックデザインを主に、えー、仕事として職能としてやって,るとこやってる人間ではあるんですけれども、えー、とそれとはまたちょっと 種類の違うというか、えー、その能力は生かしつつ、こんなことをやりましたっていうお話を、えっと、今日ちょっとお話できたらなと思ってます。えー、まあ、あの、ここにデザイン都市のデザインって書いてあるんですけど、だからデザイン都市っていうのもそもそも、えっ、ー、と、そうだ、都市デザインではなくて、<laughs> まあなんかちょっと言い訳っぽくなっちゃうんですけど、デザイン都市のデザインっていうのも後から、えっと、きっちり説明していきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。 はい。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっと略歴というか、えーまあ、こうやって皆さんの前でお話しさせていただくんで、どういう人間かっていうのを、まあ、簡単に、えー、説明させて、自己紹介させていただけたらなと思います。えー、名前はさっきから言ってるんですが、天卓正氏ってちょっと変わった名字なんですけど、えっ、ー、と、親に聞くと、まあ、日本人だろうということで、えー、兵庫県の神戸市の生まれで、えー、今43歳。 か 78, あ78年前なので43歳で,、えー、です。で今天体デザインっていう、えー、先ほどから言ってみたいにグラフィックデザインを主に専門としてる会社を自分で立ち上げて一、まあ、人でやっております。大学は東京芸術大学のデザイン科を卒業しまして大学院まで行ってですね、まあ その時もすでにあの入学で二浪してるんで、えー、と大学卒業した時はもう26歳になってたんですが、えー、26歳で大学を卒業終了して、えー、2005年にドラフトという,、えーそうですね、デザイン制作会社、えー、広告制作会社というか、えー、そうですね、広告を主にやってる会社に就職しました。えーまあ、その社内で、 えっと、オリジナルのプロダクトブランドも、えー、制作しててですね、ディーブロスっていう、まあ今、今も続いてるブランドではあるんですけれども、そこで、えー、商品開発であったりとか、まあデザインだとかディレクションをしてました。で、えど、ー、っちかってその広告会社ではあったんですけど、すごいビッグクライアントの広告に携わるというよりは、私はその、えー、社内のプロダクトブランドの仕事が結構、えー、自分の あの、やってる仕事の量としては多くてですね。まあ、それ以外も、その、まあ、パナソニックさんであるとか、ブリジストンサイクルさんみたいな、まあ、大きなクライアントのカタログであったりとか、まあ、その広告とか広報みたいなことも、えー、やっておりました。で、まあ、えぇ、ー、11年みっちり、え業、ー、修行させて、修行って言ったらね、仕事なんで、えっ、ー、と、働かせていただいて、まあ、いろいろ成長させていただいて、えぇ、ー、2016年に独立しまして、そこからは一人でやってます。 一、えーまあ、人になってから、えー、とここに書いてます、銀座バチプロジェクトっていうあの、皆さんご存知ですかね、あの中央区の銀座のビルの上で、えー、両方蜜蜂育てらして、蜂蜜取られている方たちがいらっしゃるんですけど、えー、とその方たちとちょっと出会うご縁がありまして、まあ、そこの、まあ、グラフィックである,であるとか、もろもろ、この話もちょっと後でしようかなと思うんですけど、 銀座三橋プロジェクトさんだったり、まあ、この会、えー、とこのデザインハブの5階にあるデザイン振興会っていう、まあ、奥に事務所があるんですけどあのグッドデザイン賞を、えー、取り仕切ってるって言ってるいんかな<笑><笑>やってらっしゃるあの方あの団体があってそこの,あの年間すんごい分厚いんですけど、えー、とその年間とかの、えー、とデザインも、えー、ともう一人のデザイナー本間さんという方と一緒にやらせていただいてます。 でえー、この下に2017年から20年、2020年に神戸市中頃、えー、クリエイティブディレクターということを書いてあるんですが、今日の話は主にこちらの話をさせていただこうかなと。で別で、えー、2017年からあの桑沢デザイン研究所で、えー、主に3年生の卒業政策を、えー、持っているゼミ,あゼミを持っています、はいで。そう、ちょっと下に書いてるんですが、その銀座の上で養蜂やられてる方の養蜂やられている方の 銀座三つ橋プロジェクトっていう方の理事もしててですねまあ今日の話全体的にデザイナーの仕事ってなんやねんみたいな話をちょっと、えっと、ところどころでしたいできたらなと思ってるんで、えっと、まあこういう NPO の理事とかも、えっと、自分ではで自分がデザイナーを志した時にやるなんて思ってなかったんでそういうこともデザイナーなのにしてるんだなってこう自分で不思議やなと思ってるみたいな話を今日しようかなと。 思ってますあの神戸の話もこの現状三バ鉢プロジェクトの話も,もうこの今自分が座ってるこの自分自身のこともあんまりちゃんと自分で分析できてなくてですねあなんかいろんなことすんねんなデザイナーって常に思っててですねでまあなんかそういう話種類の話を、えー、今日ちょっとできたらなと思ってますはいまあそっか今ざーっと話したけど絵を見せながら <laughs> お話しすればよかったです、えっとこれが あの会社にいるときに、ドラフトという会社にいるときに、その会社の、えー、オリジナルのプロダクトブランドであるデーブロスっていうところで、えー、私がアートディレクションをちゃんとした、えー、商品として、果,果物の形、青りんごとかりんごの形、あ、りんごとかなしの形をした、えー、とブロックメモを作ったんですが、えっ、ー、とまあ普通のいわゆるこうデスクとかで使われるメモ用紙ではあるんですけど、まあ あのね、普通の四角い立方体のブロックメモではなくてまあ本当に毎日こう働いてて仕事でこうッと集中されているところの中に、まあ、例えばブロックメモとかがこういうリンゴの形だったり洋梨の形だったりすることでちょっとクスッとなんていうかな癒しになったり、えー、笑えたりみたいなことの要素としてデザインの力でまあ いわゆる硬いものを作るんじゃなくて、ちょっと楽しめるものを作ったりっていうことを会社時代には、えー、しておりました。で、えっ、ー、と、独立して、先ほどもお話したみたいに、あの、グッドデザイン賞の年間を去年、えー、去年から、まあ、今年もやってるんですけど、やらせていただいてて、えー、そうですね、10年ぐらいずっと、あのー、私の師匠である松下さんという方がやられてたんですけど、それをそこから引き継いでですね、えっ、ー、と、去年からちょっとデザインを変えて、まあ、すごい分厚い。 年間をやっておりますあの全然何、えー、て言いますかねもう10年以上プロとしてやってるんで自分でそういうことを言うとあれなんですけどまあまあ結構ポンコツなところがありましてですね一人でこんな量ができないんで本間さんっていう本当優秀なデザイナーの方と一緒に組まさせていただいてやっております。まあ,あの写真受賞された作品をどう写真撮っていくかとか、えー、全体のね表紙のえっと その年度のえっと雰囲気をどう出していくかみたいなことを、えー、やっております。で、えー、銀座のえっ、ー、と養蜂の銀座ミツバチプロジェクトの、えー、方たちのまあ、えー、ロゴマークですね。これはあのもう銀座ミツバチの方とは5年ぐらいお付き合い5年以上お付き合いがあるんですけど、初めはえっ、ー、と別のマークを使ってらしてで、まあそれ 以外でもこう、このプロジェクトで関わっている他のプロダクト、お酒を作ったりとかなんかいろんなことがあったんですけど、そこで、えー、細かいお手伝いをしていたんですが、まあ、何ですかね、こう、仲間になるというか、えーうん年、年間に何回も何回も打ち合わせをさせていただいたり、えー、イベントとかに参加,参加したりしてですね、まあ、信頼をしてくれたというか、えー、天卓ならまあまあ、 悪いやつじゃないなと思ってくれたのか、えっ、ー、と、ちょっと信頼をしていただいて、でずっと長年使ってきたロゴマークを変えるタイミングで、まあ、じゃあ一緒に作っていきましょうということで、まあ、それもずっとお話をしながら、えっ、ー、と、新しいロゴマークを作りました。まあ、あの、銀座の頭文字ある G とか8をまあモチーフにしております。で、こういうパッケージ、えっ、ー、と蜂蜂、蜜チ蜂蜜の入ったパッケージとか、えー、こういうものを作っておりますね。 で、えっ、ー、と、NPO なので、活動報告の冊子みたいなのを作って、まあ、このあたりまでは、グラフィックデザイナーの仕事なら普通のことなのかなと思うんですけど、この右下にちっちゃくあるんですが、なぜかこう、ズーム会議の司会をやったりですね、えっ、ー、と、まあ、全国に都市用法って、まあ、銀座だけじゃなくて、梅田だったり、札幌だったり、いろんな地域で、えっ、ー、と、 全国の都市予報をやらられてている方がいらしてですねで、まあ、コロナのこともあって、えー、今まではその現地に行ったりとかを、あのー、仲良く毎年のように交流してたのが一気にこうできなくなった時に、えー、とまあこの銀座の、えー、上での屋上で養蜂やられてる方は結構その都市養報の,パイ,のパイオニアの方でもあられるので、えー、とその方の持ってるネットワークをつなごうということで、えー、Zoom 会議を2年ほど前から やっております2年1年前かな2年前前かかなな2、まあ、その時にたまたまこういうちょっと日頃からパソコン持ち歩いとってちょっとパソコン使えるやつおらへんかということで、まあ、名前が挙がったのかもしれないですけどなぜか僕が、えー、そんなことやったこともなかったんですけれども、まあ、Zoom の、えー、司会をやってで、えー、本当に僕は用法の知識も別にないんでその会に参加しても特にそこで何かを発言するわけではないんですが。 まあ皆さんの出席、出欠を取ったりとか、えー、と画像の出るところのこう操作をしたりとか、まあ、そういうことをしてます。そうだから、デザイナーとして関わって、NPO の理事とかにもえとご指名いただいたりはしつつ、まあ、ロゴマークは作った、あの冊子は作ったんですけど、ああ、なんか他に,他にもいろいろやっとるな、みたいな感じなですね。で別にそれ悪い気はせえへんし、えー、とまあこういうことを知っていくうちに、 まあより良いものが作れるんじゃないかとか、えー、よりその NPO のことをよく知れるなあということをなんとなく今感じてやっております。はい。で、すいません。ちょっと自己紹介がなくなっちゃって、えー、っと、今日のまあ、えー、本題であるデザインアドバイス、デザイン都市のデザインとはということでですね、ちょっとまあ、また前置きっぽくなっちゃうんですけど、デザイン都市で、 なんじゃろうということで、ご、えっと、存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ちょっと改めて説明をさせていただこうと思います。デザイン都市っていくつかあってですね、<laughs> なんか言い方がちょっとあれですけど、デザイン都市と言われてるものがあるんですよ。で、それは何かっていうと、ちょっと文字が多くてあれなんですが、えー、ユネスコ、あのー、世界遺産とかね、えー、が有名かと思うんですけど、そのユネスコが、 まあ、あのそれぞれの地域、世界各国の地域の文化を、文化の多様性を守るとともに、えっとまあ、世界各国の各地の文化産業が潜在的にもって、これ呼んじゃいますけど、潜在的に持っている可能性を都市間の連携により最大限に発揮させるために枠組み、あ発揮させるための枠組みとして2004年より創造都市ネットワーク事業を開始し、7つの分野で 創造都市を認定、相互の行為を推し進めていると。まあ、7つの分野っていうのは、ここに書いてあるみたいな文学、映画、音楽、工芸、デザイン、メディア、アート、食文化っていうその7つの分野なんですけど、世界のいろんな都市が、私は、うちの都市は文学や、うちの都市は映画や、うちの都,都市はデザインだ、みたいな感じで、 えとまあ、自分たちの都市のことをまあこうそれぞれの都市が客観的に見てですねでそこの文化を、えーまあ、守っていったりよりそれでまちづくりをしていって他の都市とまあつながったり交流をしてどん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 ん文化も守るしより良くしていこうということをユネスコはやっててですね、まあ、言っあの世界遺産みたいな感じでユネスコが認めてくれるということなんですよね。立、まあ、候補して まだ神戸市であれば、神戸市はデザイン都市に立候補しますと立候補して、ユネスコが、あ、いいよ、神戸デザイン都市認定しますみたいなことで、えっ、ー、と、認定されるとデザイン都市になれる。まあ、そういうことを、えの、えっ、ー、と、このタイトルで言うとこのデザイン都市としてるんですけど、でそういう意味で神戸市はデザイン都市に、えー、2008年からなったんです。で、えっ、ー、と、日本で言うと神戸市以外は名古屋市と、 こっちのにも書いて旭川市がデザイン都市なんですけどそれ以外もまあ工芸都市で金沢市とかメディアアート市都市として札幌市とか、えー、鶴岡市は食文化浜松市は音楽篠山市は工芸山形市は映画っていって、まあ、9つの都市が認定されてますそれぞれがその,、ねえー、とその都市としてふさわしいかどうか問題はちょっとあると思うんですけどあの僕も正直神戸市がデザイン都市っていうのは 知らなくて、その、えっ、ー、と、後から説明する、その僕が神戸市のクリエイティブディレクターになるまでは知らなかったんですよ。応募するまでは正直知らなくて。で、えっ、ー、と、あそういうユネスコのそういう認定のことだったりとか、えっ、ー、と、それ自体を、えっ、ー、と、まあ、活用して都市の、その、都市戦略していくっていうことがあるんだなあっていうのを、まあ、後々分かっていくんですけども、まあ、 そういうことで、えーと、神戸、神戸市がデザイン都市ということになってて、そこに関わっていくということになります。そうですね。これだからロゴマークで、左側のユネスコの有名なマークで,で、神戸はデザインの都市ですよということで認定されて、ロゴマークも発行される。でちょっ先ほど言いましたが、国内では名古屋市だったり、旭川市。旭川市はつい2、3年前になったとこかな。デザイン都市。 国外ではあの、ここに書いている以上にもっともっとあるんですけど、まあ、ベルリンとか、ウエネスアイレスとか、上、ま、海、あ、ソウル、ヘルシッキ、シンガポール、ドバイ、あと、もう本当にもっともっといっぱいあります。だから、あの意外にこういうユネスコとか、まあ、あと行政がやってる取り組みとかをなかなか普段生活してて知らないことが多くて、でまあ、どういうとこに、まあ、それこそね、税金が使われてたりとか、えー、どう都市、 自治体がどうやって都市、えー、戦略を進めてるかっていうのが分からないところがあるなというのは、まあ、この時僕も感じたし、えーとまあ、もっともっとその他にも知らないことがあるんだなと思ってます。はい、でまあちょっと硬くなっちゃうんですがデザイン都市ってじゃあどういうことみたいな感じでそれぞれのデザイン都市でこう,こうしていきますみたいなことは発表されてるんですけれども、えー、と神戸市のデザイン都市 あデザイン都市神戸のえっとホームページがあったのでそこでえっとこういうことを歌っておりました、まあ、住,み住み続けたくなる町訪れたくなる町そして持続的に発展する町を目指して全ての市民が神戸の持つ強みを生かしデザインによって新たな魅力を共同と三角で創造する都市それがデザイン都市神戸ですと、まあ、言っておりますでまあ何て言いますかねこう ちょっとまあその行政自治体が作る文章なので、まあ、少し硬い感じもするんですが、えー、デザインによって新たな魅力を共同と三角で創造する都市って、まあ、文字で一応意味はなんとなくはわかるものの,、えっと、そのそこ,ここで言われているところのデザインというのがとてもとても幅広くて、えっと、まあ僕のまあ主にやっているグラフィックデザインとかっていうことだけでもないだろうし まあ、昨今なんかサービスデザインとか、いろいろこう、形の別にないもののことに対してのデザインっていうことも含まれててですね。まあ、いろんな意味でのデザインっていうことを言ってるんだろうなっていうのは、なんとなく、えー、伝わってきてですね。でもじゃあ具体的にどうするんだっていうのがあんまりわからないんですけど、ちょっとこっからえっと自分の話になってくるんですが、えっ、ー、と、これはだから神戸市が、えー、まあ、に、 神戸市民だったり他の、えー、神戸市民以外の方たちに発信している言葉ではあるんですけれども市役所本当にこれをだからこれをこのキーワードだったりこの、えー、言葉を元にして動いていこうとしている市役所の職員の方たちにも、えーまあ、向けて発している言葉でもあって要はデザインを意識しながらいろんなことを、えー、とより良くするためにデザインの力を、えー、と使って えー、まあ、市役所内での仕事をしていきましょうということにもなるのかなと思って、まあ、それで神戸市のクリエイティブディレクターっていう、えー、人が登場することになるんですけれども、これだから、ちょっと僕上手に話してないかもしれないですが、2008年から神戸がデザイン都市に認定されたって言ったんですけど、そこからは、えっと、いわゆる市役所の 方たちえー、と普通に市役所のここ公務員の試験を受けて、えー、デザイン都市、デザ創造都市っていうんですけどその時は創造都市の推進部に配属された人たちがデザイン都市に行って、えー、と今年からなったけどどうしていこうかみたいなことでいろんな取り組みをされてたでもちろんその方たちは、えー、と創造そのデザイン都市を推進する部署に行くかどうかは自分たちでは分からなかったっていうところもあるとは思うんで デザインの何か勉強してるわけでもないですしユネスコに認定するために勉強されてる方ももちろんいらっしゃいますしあの建築分野が、えー、と自治体にはあるのでそういう意味でものづくりの素養がある人たちはいるはいるんですけどいわゆる、まあ、デザインを仕事にしたりとか、えー、とデザインの力を使ってこうお金稼ぎをしてる人たちとはちょっとやっぱ違う分野の、えー、と,ところで、えー、と仕事をされてたので外部人材を まあそういう意味では雇うということで、えっと、デザインの専門家デザインを仕事にしている専門家を雇うということを、えー、やり始められましたで、えっと、僕は20202017年から2020年っていう、えー、さっき経歴のとこでお話をしたんですが僕の前にもう一人すでに一人一代目って呼んでるあ呼んでないな一 <laughs> 代目の方がいらっしゃるんですが、えっと、山坂さんっていう方が すすででにいらっっしゃってですね、えっと、この方は僕が2017年から2015年から2019年1年かぶってるんですけどすで、えっと、に1人クリエイティブディレクターとして、えっと、着任されておりましたでこの方はマックっていう、えっと、それは広告会社で、えー、コピーライターとして、えっと、働かれてる方で、まあ、神戸市とあの ま、大阪の出身の方ではあるんですが、えっと、神戸市と何かすごいそもそも、えっと、もともと何か関係があったかっていうそうではなくて、えっと、公募で、えっと、募集されあ応募されてで採用されてすで、えっと、に神戸市のクリエイティブディレクターとして働かれてましたで僕もさっき「応募」あの「公募で」って言ったんですけど私もその、えー、公募で、えー、クリエイティブディレクターの2人目を募集しますっていうことで、まあ、ここにもう1人クリエイティブディレクターを募集しますっていう これはもう本当デザイン都市のホームページでは、その当時のホームページの画面ではあるんですけど、えっと、これを見つけてオ募ブすることになります。まあ、当時あの、ちょうどですね、自分の,その、えー、キャリア的にも会社を辞めたとこだったんですよ。えっと、2000何年やったかな。だから16年かぐらいですかね。で辞めて1年経ったとこで、 まあその、えっと、自分で一人になって、えー、まあクライアントから仕事をいただくっていうこともやってたんですけど、そのちょうど銀座バチで、 えーまあ、銀座とはいえ一つの地域に携わることの仕事をぼちぼちし始めているところだったので何かこう大きなクライアントの商品を告知するとか広告するとかそのためのポスターを作るとかなんかチラシ作るということ以外に地域に貢献できる仕事って何かなみたいなことをちょうど考えている時で,でそうなったらちょっと待ってよと自分はこう兵庫県神戸市生まれでまあ大学だったりそのデザインの勉強するために東京には出てきたけれども えー、地元のことってなんかしてないなと思って、まあ、この時は、えー、神戸市役所っていうことはあんま考えてなかったんですけど神戸市に何か仕事ないかなっていうのをこうカチャカチャといろいろ検索してる時にちょうどあの別の回でお話しされてたあの僕は一方的に知ってて、えー、中村優吾さんの Facebook にこのニュースがピコーンと載っててですねでたまたま僕もそれを見てで ゆうさんもちょっと多分神戸とあのご出身やったか言ってた高校が神戸市のえっと高校だったらしくて、えー、なんかこういう取り組み神戸やってるなみたいな感じで載せられてるのを見てで、えっとまあ、やってみようということで応募しましたでえっと、まあ、条件としてはですね、まあ、ここちょっともう赤裸々にしちゃって市役所なんでこういうの全部もう初めに載ってるんです、まあ、普通デザインの仕事ってギャラとかはその、うん クライアントによって変わりますし、なんかそういうことってこう、なかなかオープンになってなかったりするんですけど、神戸市役所のこのクリエイティブディレクターの仕事は、身分としてはまあ非常勤職宅職員、えーまあ、特殊な技術を持っている正社員、正職員ではないけど、えー、半分職員みたいな副、副業もできるみたいな、そういう立場なんですかね。期間は、えー、その時は1年だけ書いてました、6月1日からその次の年の3月まで、あ、3月いっぱいまでということで。 あの延長で、えっとまあ、3年まではできるよっていうのは条件は後から聞くんですけど、まあ、そういう条件で、まあ、週に3日ですと。で、えー、クリエイティブディレクターって僕名前を聞いた時にパーンとなんか、まあ、あの広告業界にちょっと携わってるとクリエイティブディレクターって本当に総監督みたいな位置なのでもしかしたら市長の横とか、まあ、最悪副市長最悪じゃないなもしかしたらその副市長ぐらいの横でその都市の戦略とか練っていくすげえ重要なポストなんかなーって初めは 言葉だけ聞いてると考えてたんですけど、まあ、所属はよくよくちゃんと見てみると、えー、企画調整局っていう、まあ、いろんなことを企画する局の、えー、創造都市推進部っていう、まあ、そういう意味ではそういう、えー、首長の横にいるんではなく一つの部署の、えー、そこに配属されるということだった。で、えーまあ、月額28万円もらえるんだと。でまあ先ほどあの話したみたいに一人になった時でもあったし。 ですね、その時はだからその収入なんてめちゃめちゃ不安定でクライアントがえと毎月く毎月きっちりいるわけでもなく本当にゼロの時もあればまあまあいい時もあったりしてみたいな感じで不安定な時だったんですけど、まあ、そういう意味ではえとこういう神戸市のクリエイティブディレクターっていうことにえと挑戦してチャレンジすると、まあ、月に30万近くもらえるなっていうのはやらしい話ですけど悪くないなという感じでした。で,、まあ、でも えっと、さっきもちょっと、えー、お話ししたんですけど、クリエイティブディレクターっていうのが少し僕の中では広告業界にいたもので荷が重いかなと思ったんですけど、まあこういう時に、えー、なんて言いますかね、あんまり後先考えずにやってしまうタイプで、えっと、まあ今日のこの回もあんまりちゃんと深く考えずにやりますみたいな感じでやってるんで、えっと、あんまり何かこう、すごく深く考えずに行動してしまうタイプではあるので、まあやってみようかなということで、 えと、やり始めました。あの、ちゃんとこの回話でもきっちり、あの、真剣にやっておりますので、はい。で、えっ、ー、と、まあまあ、あの、だクリエイティブディレクターは、その、えー、広告業界でいうとこのクリエイティブディレクターではないんだな、ということのちょっと説明をしたいなと思って、これは神戸市のデザイン都市のえっとサイトに書いてるんですけど、まあ、神戸市クリエイティブディレクターは、 えー、神戸市が取り組む様々な行政課題について、デザインの視点からの解決のためのサポートを行う、いわばクリエイティブ領域の専門アドバイザーですと。ようやくアドバイザーっていう <laughs>、アドバイスっていう言葉が出てくるんですけど、今日のね、タイトルでもあるんですが。 えー、まあ、2015年に全国の地方自治体に先駆けて設置され、えー、これそう、これごめんなさい、この文言は最近の、えー、サイトから取ってきたやつなので、最新の言葉になってるんですが、そうなんです、その山坂さん、あの、先ほど、えー、喋った一人目のクリエイティブディレクターの方が2015年に、えー、1代目として就任されるんですけど、その時は地方自治体にクリエイティブディレクターっていなかったんですよ。いなかったっていうのはちょっと語弊があって、あの、 業務としして委託される方はいらっしゃっゃたんですあの。仕事として広報、まあ、であったり何かのキャンペーンでこの1年間だけとか何年間だけ、えー、その県のことを広くし広めてくださいとか一つのこのプロジェクトのためにクリエイティブディレクターになってくださいっていうのはいらっしゃったんですけどさっきみたいに職宅職員、まあ、なので言ったら神戸市役所の職員に半分になるみたいな、えー、そういう採用のされ方は 全国にはなくてですねで2015年,年に全国の地方自治体に先駆けて、まあ、初めて設置されて2014年、まあ、現在ですね4月の2021年4月の時点で今1人の方が既にまだずっと在職中ですと。で市全体のデザイン意識向上を目指し各部署からの相談対応、まあ、ここがだから一番メインなんですけど えと市全体のデザイン工場デザイン意識工場っていうのは、まあ、あの市民全員だったり職員全員だったりを指してるんですけどやってることは各部署からの相談対応なんですよ町内向けの、まあ、講座研修だったりとか、えー、これは景観産業振興子育て福祉っていうのは各要は子育てのための局あの部があってで福祉の部があってっていういろんな市役所だったりまあ 東京でも区役所でいろんな部署があるんですけどそこからの要は自治体の職員の方たちからの相談対応っていうのを、えっと、メインでやっておりましたで具体的な課題解決には最後の一行なんですけど職員とともに取り組んでいきますっていうそういう立場だったんですねだから、えー、クリエイティブディレクターが、えっと、ピッとこれやったらいいよって上から、まあ、指示のようにこれしなさいあれしなさいって言うんではなくて 相談が来たら、そうですね、困ったですね、どうしましょうか、みたいなとこから始まると。だから相談をしながら一緒に考えていく。答えをパーンと出すんではなく、えーまあ、よく話を聞いて、だったらこういうのはどうですかね、とか、ちょっとずつ、えー、とお互いを、お互い共有をして、えーまあ、解決方法を一緒に探していく。共に取り組んでいくっていうのが、えー、と主な仕事でした。 えそうですね。まあ、三つの大きな柱があって、全部結局、これは一人、クリエイティブディレクターが旗振り役になって一人で解決していく、あ、旗振りというか先頭に立って解決していくというんではなくて、一緒に職員の方たちと話をしながら解決していくということなんですけど、えー、一番上が、まあ、市職員全体あ、市職員のデザイン意識向上。 ですねまあ、デザインという言葉に慣れてないとか向き合った人たちとか触れた人ことがなかった人たちも多かったので、まあ、デザイン意識の向上と左下はさまざまな行政課題解決のためのデザイン視点からのサポート、まあ、そういう意味では客観的に、えー、と市役所の中のしがらみとか、まあ、派閥とかはあるって言っちゃうとちょっとは語弊があるんですけどなんかそういう人間関係とかのしがらみがないもんで。 外から来てる外部人材だからこそデザイン、まあ、特にデザインを仕事にしてるものだからこそ客観的なアドバイスだったりサポートができるとあとまあこの緑のやつは職員の方以外ではあるんですけどデザイン都市神戸って名乗ってるんで神戸の市民の方たちにデザインのと接する接点を生み出すみたいなことがクリエイティブディレクターの任務ではありました はい、そうですね。えっと、ちょっとごめんなさい、前後しちゃって、言葉で先言っちゃったんですけど、広告業界でのいわゆるクリエイティブディレクターの仕事ではないっていうのが、えっ、ー、と、本当大きなところでありました。まあ、だったらできるかなというか、だったら今までのこう10年間、えー、自分でやってきた、えー、デザインの、うん、まあ、どっちかというとデザインの仕事をし始める前の、えー、リサーチだったりとか、 分析だったりとか整理・整頓みたいなことの能力をちょっと活かせるんじゃないかなと思ってまあ、えー、もちろん力の過不足はあるかもしれないんですけど自分なりにやってみようと思ってえっとまああの結果ご縁をいただいたんで働くことになりましたで先ほどからずっと言ってるみたいに自分でやっちゃわないんですよえっと僕はグラフィックデザイナーなのでえー まあそれなりに何かを作り出したりとかそういうことは経験があるんで、えっと、ちょっとこうしたらいいなとかこうすればすぐできるなみたいなことはある問題に関しては分かったりはするあの解決方法がパッとアイデアは出たりするんですけど自分で解決しちゃわないで自分は手を動かさないで実行するのはあくまでもえっと市の職員の形にするそこが結構大きなところだったかなと今自分でやってる仕事グラフィックデザイナーとしてやってる仕事とはちょっと違うかなと。 というのもですねあの、クリエイティブディレクターがやっちゃうと結局外部人材で、えー、雇われた人が解決しちゃうんで、その職員の人たちにデザインの意識だったりとか、デザインの,その、まあ、成功体験みたいなことが、えー、と共有できない、あの外から来た人がうまいことやってくれたで終わってしまうで、それってあんまし良くなくてですね、まあ、一緒に えと問題を解決したりその出来上がった時の喜びだったり解決した時の、えー、と成功体験っていうのを味わってもらうっていうのが、えー、もうメインでであの人気付き職員なので3年で要は人はどんどん変わっていっちゃうんでその誰かが変わっていったとしてもそのデザインの意識だったりとか、えー、と考え方みたいなのは受け継がれるようにそうすることでしょ神戸市の職員の方たちにのデザイン意識向上みたいにつながるっていうことでやっておりました。 はい。ちょっと同じことを何回も言っておりますけど、市の職員の方たちの話を聞いて、まあ、課題の整理整頓を、まあ、デザイナーの得た、デザイナーで得てた、デザイナーをしてたことによって習、習得させた、なんか整理整頓術を使って、えー、神戸市の市の職員の方たちと一緒に解決に向かっていく、みたいなことでした。そうなんですよ。だからできることはアドバイス。 だから、今回の、えっ、ー、と、えー、タイトルをデザイン、都市のデザインとはということで、デザインアドバイスということにさせていただきました。なので、あの、都市デザインじゃなか、ないんですよ。その、こうすれば、えっ、ー、と、都市として景観がいいですね、とか、効率がいいですね、エネルギーの効率がいいですね、とか、そういうことではなく、もっともっと手前にある、まあ、人の意識というか、デザイン意識みたいなことを、 えっと、まあ、グラフィックデザイナーを基盤としてやってるデザイナーが一緒に考えてやってたっていう、その3年間のお話をしております。これ、これですら、そう、前置きがちょっと長いですね。<laughs> で、まあ、ちょっと具体的にどんなことやってたかっていうのがちょっと絵があった方が退屈しないと思うんで持ってきました。あのー、これは本当に言い訳ではないんですが、 えっと、デザインのクオリティ的には、何て言いますその、こういうことをやってきましたって、こういう場で紹介をする、なんか素晴らしい作品ではないというと語弊があるんですけど、そういうことではなくてですね。なんかそこら辺はちょっとそういう目で見ていただきたい。ああ、こういうことだよねっていうのはなんとなく、あの、分かっていただけたらなとは思うんですけど。まあ、あの、えっ、ー、と、六本木って港区ですか港区。まあ、港区でも渋谷区でも、 こうそれは神戸市でもどこの市でも、えー、と行政の方たちが作られているチラシであったりとか、えー、広報物だったりとかその、まあ、いわゆるグラフィックの力で掲出されているものっていっぱいあってですね、例えば、まあえー、と左端のやつなんてこう、えー、とバスの運賃表がバス停に貼ってあったりするんですけど、もう本当さ些細なことです。例えば上が緑と白でメインでやられているところの値段を、まあ、大人と子供で目立たした方が ちょっとかかりやすすいいいんじゃななですかみたかもう本当これは一例ですよでそれで良くなったかどうかっていうことではなくてそういう話をずっといろんな人としてましたあその担当の人としてましたでもなんかそのデザイナー,うーんで日頃何かこうどっちの方が見やすいかどっちの方が整理されているかをずっとやっぱ考えている人じゃないと別にまあ上でもいいやんってなったりとか上で特に問題があるわけではあのないはないんですよ でもなんかもっと分かりやすくしたいっていったったりとか、まあ、市民の方たちからもっと分かりやすくしてみたいな話があった時にどうしたらいいかみたいなことの例えばこういうことってどうですかみたいな話をしておりましたでこれは、えっと、あのちょっと枠が消えちゃってますけど A4 のこれはチラシで、えーっとまあ、バリアフリーの話でこう盲目の方がやってる落語をんに来てあ落語をやってるその落語さんに来ていただいて えー、バリアフリー、まあ、目の不自由な方にどう接していったらいいですよみたいなことを社町内で研修するためのチラシを作られてたんですけど、まあ、いわゆるその役所の方たちが作られて文字が多かったりとか、まあ、目立たせたいところを目立たせれないとか、でまあ、こういう落語家さんが来てくれるような楽しい研修であれば、ちょっと楽しくした方がええんちゃうのみたいなそういう演出だったりとかっていうのを、えー、っとアドバイスしました。かか整整理頓でななんとととく端っことこう端っっここ揃えましょうね まあ、落語家さんやったらこう、ちょ、ちょうちんみたいな、なんかちょっとこう、エクセルでも書けるような簡単なグラフィック使ったらどうですかとか、なんかこう、楽しい、研修とはいえ、ちょっと楽しくしていきましょうね、みたいな、そういう広報物の相談であるとか。えっ、ー、と、これはもうちょっと、その、そ今さっきみたいな、こ単発の、えー、と広報物の相談っていうのもあるんですけど、えっ、ー、と、もうちょっと長期的に広報活動みたいなことが、えー、の相談もあったりして、 えー、例えば、えー、里親制度っていう、えー、いろんな事情で自分のお父さんお母さんと一緒に暮らせない子供たちで、えー、がいたときに、その子たちを、えーまあ、あの養子に迎えるんじゃなくて、えー、一定の条件を、えー、となんていうかクリアして、里親になるっていう制度があるんですけど、なかなかそういう制度って、まあ、あのセンシティブな内容でもあったりするんで、こう て言いますかね、広報物っていうのがパッとこう目立たなかったりとか、えー、あんまり変なことができなかった変なことで別に変なことする必要ないんですけど、えっと、ちょっと目立ったりとかよりよく届く、まあ、パッと気にしてもらうみたいなことがなかなかできないっていう問題点があった時にこれは結構1年以上かけて、えっと、単発のこう,こういうチラシを作ったらどうですかというよりは、えっと、ちょっとこう 見にくいんですけど左端にあるようなこうその担当の方たちだったりとかちょっと周りの別の、えー、担当の人たちを招いてですね、えー、とじゃあほんまにこのじゃあ里親製造を届けたい人たちって誰やろうねみたいな話のとこから始,まるあの始めてみる、まあ、だからワークショップをしながら広報、えー、物ってじゃあ何のために作るの誰に届けるので 誰に届けるってパッと今答え出たけどパッとあのあの質問したら言ってくださったけど本当にそれでいいんですかみたいないや。じゃあ実はなんかそ,のそこでこう問答していくうちに実は国の決めた基準、えー、そういう施設に問い合わせの電話での件数だけでなんかこう他の県と争ってたりとかいやそれってほもそもそもそういうことじゃないでしょうみたいな問い合わせのことを増やしたんじゃなくて 本当に里親になるかどうか検討する人たにキッチン届けないといけないんじゃないですかみたいなことから始まっていろいろまあ長い時間話をかけてじゃあ,まあ里親なので結局これだからそれがいいかどうかってちょっと置いてくださいね結局できたのが里芋のキャラクターで里親から里芋ってめちゃめちゃ安易なんですけどだからまあそういうこともじゃあやってみようかと今までは何かこうお父さんお母さんの背中の背中越しのちょっとほわっとぼやけた えーなまあ、言ったら普通の写真でしかなかったものをなんかこう気になるビジュアルでちょっとそれをまあキビジュアルとしてこうなんか死じゃないですけどちょっと物語みたいなものを作ってえと届けてみようかともしかしたらじゃあ子供も気に入ってくれるかもしれないしおじいちゃんおばあちゃんみたいなことを見てくれるかもしれないし何か動きがあるかもですねみたいなことをやったりとかあとはまあちょっとこれはえー、と先ほどのそのチラシとかにもありましたけどえー 直接たん相談をしてきてくださる方にはこうしましょうみたいなお話をするんですけど、えっと、もっともっと広く多くの人に一気にそういうことをしあの整理整頓しましょう端っこそれましょうねとかなんかこうパワーポイントの変なエフェクト使うのやめましょうねみたいなことも含めて <laughs>、えっと、いろいろ話をするのに研修デザイン研修みたいなのを、えっと、やらせていただいたりとかもしました。 はい、あとはちょっとこれ、あの、わざとぼやかしてるんですけど、えっ、ー、と、いろんな行政の、えー、例えばホームページを作りますとか、ポスターを作りますとか、冊子を作りますってなったら、あの、大体コンペなんですよね、公募。で、えっ、ー、と、そこに、まあ、言ったら僕の同業者でもあるデザイナーの方だったり、ウェブデザイナーの方たちがこう、参加してくださるんですけど、いわゆる、あの、 行政が出す、えー、そういう工房の文言であるとか、えー、応募要領ってちょっと分かりにくかったりとか硬く書かれてたりとか,なんかクリエイティブ魂に火がつかんみたいなのがちょっとあってでも行政的にはその、うん、クリエイターの方たちにめちゃめちゃこう頑張ってもらいたかったり面白いものを作ってもらったりこう自分たちが驚くようなものをやってほし,しかったりするんですけどまあまあちょっとその えー、変に誤解があったらいかんからこう固くわざと書いてるとこがあったりするんですけどそれを、えっとまあ、初めに見させていただいてもっとこここういうふうに書いたりしたらクリエイティブ魂にもしかしたら火がつくかもしれないですねとかじゃあちょっとまあ自分の知ってる一人の人にはさすがにそれは何て言いますいわゆるこう談合じゃないけど 変に感じになっちゃうからいろんな人に声かけてみてで応募してくれるようにちょっとしますねとかだから出会ったことないクリエイターの方たちに神戸市のそういう、あのー、公募に参加してもらったりとかで実際にそれに審査員として参加したりとかまあほんに、えー、これの、えー、提案されたものが、えー、とクリエイティブ的に質の高いものかどうかみたいなことを審査する側に回ったりとか、まあ、そういう作り物に対しての客観視みたいなのもしてました。 あとはその、えーと、市民の方たちの接点ということで、えー、とっ左の方は、えーとまあ、グラフィックコンペみたいなことをちょっとやったりとかですね、その神戸市の玄関口新幹線の駅があるんですけど、そこに作る看板、あそこに提出する大きな看板の、えーまあ、ポスターみたいなことのコンペをしたりとか。でこっちは、 えっと、グッドデザイン賞の展覧会というのは東京でも頻繁にというか年に1回やられてるんですけどあんまり地方で大きな、えー、展覧会をやってくれなかったのを、えっと、神戸市の、えっとまあ、美術館一つ借りて、まあ、その時は神戸新聞社さんだったり、えー、の力を借りてやってるんですが、えーまあ、地元の久慈、えーまあ、さんという方その地元のクリエイターの方たちと一緒に、えー、協力して神戸市で一つ大きなデザインの展覧会をやってみようみたいなこともしておりました。 まあこれもだから僕が,や僕が何かをこうしてああしてっていうんではなくまあ言うたらの人にどんどん動いてもらうみたいなことをしてまあまあなんか中には「天太君何やってんの?」みたいな疑問を持たれる方も本当にたくさんいたんですけどあのまあ自分的にはやったらやったらあんまり意味なくなっちゃうなあということで極力人に動いてもらうようなことをえっと心がけてやっておりました。 はい。あとは、ちょっとこれは、えー、最終的に残念な結果で、えよ、ー、外にはなかなか出なかったもんなんですけど、あの、ちょうど2、3年、あ4、5年前って、働き方改革、働き方改革ってよく言われてた時期で、で、市役所の働き方改革も結構、こう、問題になってたんですけど、えっ、ー、と、いわゆるトップダウン市長とか、副市長から、こう、働きなさい、ああ、働きなさいって言ったところで、なんかあんまりピンとこないみたいなことがあるかもね、と、っていう、 話をまあ,あのその働き方改革を任されている部署の人たちからこう相談を受けてだったらもうすでに実はこうやってる人たちいるじゃんといるんじゃないかと早く帰ってる人もおればなんかそのどうやったら自分がテンションを上げて働けるかみたいなことを自分なりに持たれている方の職員の方たちがすでにいらっしゃるはずだからそういう人たちを見つけてその人たちを被写体にして、えー、町内 あの神戸市役所もまあまあ大きな建物なので例えばポスター作ってでそこでこう貼ってであ仲間がこんなことしてるんだったら自分もできるかもしれないみたいな、まあ、そういう意味での下からの、えー、っと意識改革みたいなことをじゃあやってみようみたいな感じでこれはアイデア自身は僕が出したというよりは他の方から上がったアイデアをまあ一緒になって取り組んだみたいな感じです。でもまあ最終 えっと、ちょっと大人の事情でというか上の方からこんな恥ずかしいことしたらあかんみたいな感じで <laughs>、えっと、作るだけ作ったんですけど、払、ま、ちょっと2、3枚ちょっと払してもらって、みたいなことにしかならなかったんですけど、これはとても僕の中では思い出深くて、というのも、あの、やっぱりこう、 自,自治体とかって聞くとなんか硬いイメージがあったりするんですけどやっぱり面白い人たちがいっぱいいてでなんかデザイン意識の向上とかってそう偉そうに言うとおりますけどもう既にやっぱ持たれてる方たちもいっぱいいてですねそういう方たちをまあ外部の視点から面白がってたきつけて「いいやんいいやん」ってやっていけばいくほどなんかよそからあの人が来ていうよりもなんか身近に感じれていいんじゃないかなと思ったんでなんか。 可能性とととしてはとてはも感じたたことだったんですけど、まあまあちょっとうまいこと形にならなかったんで、えー、ちょっと残念ではありますね。でまあ、こういう話も YouTube だからしてなんかいろんなところに <laughs> どうなのかなちょっと問題が起こったら嫌なんですけどまあでもなんかこういいスパイスになればいいかなと思って話をさせていただきました。はい で、えっ、ー、と、まあ、ばーっと事例紹介あの、一部ですけど紹介させていただいて、結果、まあ、どうやねんっていう自分の今の気持ちをちょっとこの後半で話をできたらなと思うんですが、まあ、3年間っていう期間で、結局は、その、道半ばでというか何かすごくやり、やりきった感じがしないままやっぱ終わっちゃったんですよ。で、 まあそれはそのアドバイスっていうことで自分で何か成果物を残してないからっていうのもあるんですけどあとまあ神戸市って地方ではあるものの1万5000人ぐらいいるその神戸市役所職員っていうまあ言ったら大きな組織なので1万5000人に影響を与えるなんて結局できなかったですしえっと僕がお話できた人たちってごくごく一部でで お話を直接させていただいた方は何となくこうあそういうことかとか自分のやってる日頃やってる業務のこうちょっとした工夫で面白くなったりとかそれが自分の働きがいになるみたいなことを何となくこう感じていただいた方はおるかなとは思うんですけどでも結局は組織として何が変わったんかなっていうとちょっと自分でも、えー、明確に僕がクリエイティブディレクターとして行ったから良くなったみたいなことは言えないのが少し残念かなと。 思ってるところです、まあ、そのそうですすそうねさっきも言ったみたいにうんとそう、まあ、明確な成果がないっていうところの,その自分でやったらこうなるかなとかやっぱちょっと思ったりとかその例えばコンペであったとしても、えー、と最終出来上がったものに対してもっとこうよくならへんかなと思ったりやっぱ職業柄しちゃうところのモヤモヤは まあどうしても出てきちゃうのかなというちょっとネガティブなこともあるはあるんですけどあの、まあ、今回このこういう場をいただいてなんかデザイナーグラフィックデザイナーとして何かこう新しい可能性新しいデザインの分野とは言わないんですけどこういうこともできたんだかなと思ってることとしてはなんかデザインやこうディレクションっていつもクライアントに対して何をするかとか世の中に対して どう形を残自分はなんかこう頼んでくれた相談してくれたことに対してどうできるかなみたいなことをどうしても考えちゃうんですけどなんかデザイナーでありながら、まあ、例えば手を動かさずに一緒に考えるとか一緒に、まあ、自分も手を動かすしそのプロじゃない方たちにも手を動かしてもらって一緒に作っていくだから共にしていくっていう面白さがあるんだなと。なんか もしかしたら僕以外のデザイナーの方ですでにそういうことをやっていらっしゃる方もいるとは思うんですけどなんか僕は特にそれをとっても感じてですねえー、だから何て言いますかねこうあんまりこうちょっと言葉が今パッといい言葉を思い浮かばないんですけどやデザイナーにやってもらうとかディレクターにやってもらうみたいな感覚じゃなくてこう一緒に やれる、なんかそこの関係が並列になっていくみたいなことをちょっと僕、神戸市のその3年間で感じたんです。で、まあ、ちょっと自己再起、まあ、自己回帰じゃなくて、もう一回自分のことを考える、えっと、機会になって、まあ、すでに今、えっと、世の中にある、まあ、受注発注の関係みたいなのをなんか捉え直す、なんか新しい活動のような気がしてですね、えっと、 まあデザイナーに発注したから、あなたデザイナーなんだから公開してきてよみたいなことじゃない関係がその神戸市の中では、僕が携わった中ではあって、要は頼んだ方も自分たちでやらなあかん意識もあるし、こっちもえと自分一人で何かやってしまおう。で、これどうだみたいなことではない、なんか一緒に作り上げていくみたいなのが、えっと、できる。あ、それもデザインなんだなっていうのにちょっと気づけたところが。 ありましたであのなんかみんながみんなできるわけじゃないとは思うんですそデザイナーの方たちがでなんかよく考えるとこう自分がそういう性格なところがあるんかなと思ってまあこれだからプロとしてあんまこういう発言って誤解されるとあれなんですけどあんまりこだわりがないんかなとあの <laughs>、うん、ちょっとこだわりああ語弊があるとあれなんですけどだからいわゆる うーんまあ、関係性上出てきたものに対して、えー、その携わった人たちがこうなんか満足できたり同じ時間を過ごせてることでこう、えー、良いものになったなこういうものが作りたかったんだなを常に話していけるとなんかそれはそれで新しいなんかデザインのアウトプットの仕方があるんかなということをちょっと、えー、思いましたなんか上手に話せてるかどうかあれですがあもう時間が早い。 ちょっとほんで、えっと、思い出話ばっかりになって、あれなんですあ、だったんで、現状どうかっていう話をすると、えっと、神戸市の、えー、クリエイティブディレクターは3代目、4代目、僕は2代目だったんですけど、3代目、4代目で、えっ、ー、と、クリエイティブディレクターもやられてる方が続いているのと、えっ、ー、と、もうちょっと珍しいとことしては、神戸市の,その外部人材ではなくて、クリエイティブ のの、えっと、素養のある人たち学校で学んだりとかそういう勉強人たちをもういきなり目かそれ自体その頃は本当にそれで大丈夫かなと思ったりもするんですけどなんかまあ面白い何か科学反応みたいなのが起こるんじゃないかなとか、まあ、神戸市以外でももういろんなところでそういうことをやられてる活動が出てきてて。 えっと、北九州市では最近、あの、クリエイティブディレクターの下川さん就任。まあ、もう1年以上になりますかね。なられてるし。えっ、ー、と、長野市では、えっ、ー、と、長野未来デザインアワードってことで、まあ、長野市もこう、デザインでいろいろ、えっ、ー、と、地域づくりをやっていこうとして、これはコンペですけどね、作品募集されてます。はい。で、まあ、そう言いながら最近僕、また神戸市、 その結局、えー、と知り合った方から仕事を、まあ、この分野に関してのグラフィックの仕事をしてくださいねっていうことに結局、まあ、また戻りつつはあるんですけど、なんかでもその神戸市で得た経験で、まあ、これだけではない関係性みたいなのを作っていけたらなとは、えっ、ー、と、今のところ思ってます。だからまあこうこう、講義として今僕お話しさせていただいてますけど、今もまだ、えー、と経験中というか、 発展途上中なので何かだから答えが見つかってるっていうわけではないんですよねそうだからまあ、えー、デザインをやってるから僕10年以上デザインをやってきたからこそできる、まあ、デザイン以外のことっていうのがあるんだなあっていうのは感じてますはいそうですねまあちょっとまとめに入っちゃいますけどまああとこれがえっ、ー、とたまわの大学やっていうことで、えー、と若い人たちに向けて何かこう言えることっていうのが あるとするととす、まあ、あ僕もその学生の頃だったり若い頃はそうだったんで、デザイナーとしてまあ技術やテクニックに磨きをかけるのはもう当然のことやと思うんです。だからうまくデザインができる。まあ、特にグラフィックで言うとうまくグラフィックデザインができることは、まあ、もう上ちゃんとやそれはやっとかないとあかんかなとは思うんですけど、それができた上で、で,まあ、できた上でっていうと僕ができてるみたいだから、僕も今まだ精進してる最中だとして、 それは自分もまだ今修行してるんですけど、それをやってる最中だとして、それ以外何できるかなみたいなことを、やっぱちょっとなんか常に考えるようにしてます。なんか一人目の僕クリエイティブディレクターの山坂さんと久しぶりに会った時、僕電球帰れますよみたいなちょっとアホみたいな話をしたんですけど、なんかそんなこと、だから家の家事の手伝い、例えばなんかできますよみたいなことも、 なんか自分のそれは取り柄だったりなんか得意なことになっていくんじゃないかなと思ってなんかデザイン以外に実はできることもしかしたらいっぱいあるかもみたいなことをなんかこう最近考えてるみたいな、えー、そういう話ででもなんか若いうちはまあ言うてもデザインやっぱり技術だったり基礎的なことはしっかりやっといた方がいいかなと思っておりますはいでなんか動んですけど終わります<笑><笑>ありがとうございました ありがとうございましたペンタクさんのこう圧倒的なクリエイティブもある中ででもこうご自身だけでデザインを担当するんではなくてこう市役所の例とかまさにそうでしたけどもこうみ,んなみんなでデザインをしないといけないっていうところがすごく印象的でした。ありがとうございます。そうしましたら、えー、会場の方からですね感想や質問などありましたらマイクを回したいと思いますがいかがですか 貴重なお話をありがとうございました。 えっと、特に僕はデザイナーとかの人間じゃないのであの、うん、本当にご自身の経験談というか、はい、そういう話があって、まあ、そのようなことをされてるんだなという意味で僕の中ですごいインスピレーションになりました、ね、ありがとうございましたでその中で僕の質問になるんですけども今その神戸市役所での,その働,働く中で、まあ、いろんな、まあ、もやもやというかそういうのが残ったとっいう話があったと思うんですけどもデザイナーとはいえどまた違う業界というかその 行政っってていう中に入ってその、まあ、デザインとと無頓着っていうと失礼ですけど、うん、デザインの業界には携わってこなかった人たちと一緒に仕事をしてきたと思うんですけど、はい、その人たちにデザインの良さとかそのデザインの魅力とかっていうのを伝えていくっていうかこういうのをやってみたらどうですかっていうふうに伝えていく中で、うん、その人たちをデザインに乗せるっていう、うん、その文脈で何か意識したことはありましたかっていう質問になります。なるほど、はい、意識したことはい そうですね。うーんと。なんか、まあ僕デザインの勉強をしたりデザインを仕事にしてるので、まああの四六時中寝ても覚めても結局デザインのことを考えてしまってる自分がいてですね、それは仕事のことというよりも、なんか、ーうん、言葉がちょっとうまくできないんですけど、こういうこともデザインなんだなっと思えるようになってきてるんですよ、いろんなことが。 で、だからそれは例えば数学とか学校の勉強のこととかも、これってデザインだなとか思ったりするんですけど、で、そういう意味でなんか、例え話をするのはよく知った、してたような気がします。だから、デザイン、青とか赤でこっち、ほら、赤の方がいいじゃないですかって、そういう話ってやっぱなかなか通じなくて、青でも赤でもいいやんって話になっちゃうんですけど、なんかよく言ってたのは、 例えばスイカにお塩かけたら甘く感じるでしょみたいなそれってデザインなんですよみたいなあちょっとした工夫ですみたいなでスイカに塩をかけることが甘みを感じることであればじゃあ他何できますかみたいなメロンにハムもそうかもとかああれとあれってそういうことで良くなったり美味しく感じたりするんだみたいなことってデザインもなんかあるような気がしててなので、ね、まああ,のあんまりこう 美的と美術的なこととか、うん、デザイン専門的な話はせずに、えっとまあ、食べることが好きな方だったらそういう話をしたりとか、うん、そうですね例え話でデザインって結局より良いための工夫することですよということを心がけてましたね答えになってますかね あお話ありがとうございました。えっ、ー、と、岸本と申します。はい、えっと、学生の頃の先行、建築だったので、ちょっと興味津々で、あの、聞<ー>き,き,きました、はい、聞かせていただきました。あす。はい。聞 <laughs> かってたた。いや、あの、ちょっとこう,こういうお話展開も、あの、ちょっと予想外だったので、面白い。で、あの、質問はですね、あの、はい、市役所でのディレクター在籍時、あの具体的に、あの、ご自身では、こう、手は動かさないよう、はい、まあ、なんか、 創作活動で作品残したとかそういうあれでもなくて、えー、あのこう実際にあのこう動作というか行為の主体りあくまで市役所の職員の人だと。であのまあ、さっきのちょっと例、例あの市営バスの,あのちょっとチラシというか、まあ、広報媒体です、はい、あの事例でいうと、あれでいうと、ちょっと既存のものがあって、はい、それに対して、あの まあち,ょちょっと変えた方が、口頭かなんかでこうあのア,ドアドバイス、助言をされたということですあ。だからあのこ、ここの色は何色にしてとか、ここの文字もうちょっと大きくして、そこら辺までは言えなくて、こうまあ、あ,のあ,あんまりこうはっきりしないところでこうあのもうちょっと変えた方がいいぐらいにそれであのそ,そしたらあの、 おそらくあの天卓さんがご覧になれたらあのもうちょっといいものっていうんですかね、まあ、そういったものが出来上がってきたみたいな感じがあるんでしょうかというのとそういったことがおそらくあのこう積み重ねで、えー、と3年間ですか3年間在籍期間積み重ねが、はい、それによってこうあの市役所の職員の方たちの中にノウハウがたまったとかそういったことはこうあの まあ、定性的に定的にというか、定量的にお感じになられたようなことがあったのでしょうかと。はい、ちょっとこういったことを知りたい,と思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。鋭い質問というか、ちょっとぎくっとするような質問で、あの。今日のお話のために、結構はしって資料を作ってきてるんで。えっと、本当は、実際は。市役所の方たちが、えっと、工夫をされて、自分たちでできるだけ作ったものを、まず持ってこられて。 でえー、と初めは口頭でこうしたらどうですかみたいな話を全部ではないんですけどそういう例でいくと一つ、えー、まずは口頭でお伝えして持って書いてだいて作り直してきてもらってあよくなりましたねとかもっとこうなりますねみたいなこともあるんですけどまあぜ言葉は本当になんですけど全然よくならない時も、まあ、あるはあるというか、えー、と口頭だけで伝わらずに、えー、となんか。 これじゃあ結局分かりにくいなってなった時は、その手を動かさないとは書いたんですけど、多少は、あの、事例としては動かしてました。だから、えっと、まあこ、もっとこうするとホラー良くなったでしょうっていう、あの、事例を見せること、お見せすることで、まあ、より理解をしていただいて、前に進むということもあって、じゃあもうそれそのまま使わせてくださいみたいな話もやっぱりあるはあるんですけど、まあ、それは時と場合によって、まあ、もう時間がなかったりとかっていうことで、極力は、でも、 あの持ち帰っていただいて自分たちで制作していただいたり外部の神戸市のデザイナーに発注してもらったりっていうことで、えっと、より良くするみたいなことを、まあ、やってました。で、えっと、その2つ目の定量的にうーん何かそこで変わったりとか実力があとか見た目が変わったかみたいなことがあったかっていうのがちょっとそこは僕 が、えー、まあ、やりきれなかったかなというところで、研修はしたものの、なかなかやっぱりその、ここはこうしたら良くなるんですよってことだけじゃやっぱデザイン、特にグラフィックデザインもまあ何でもそうだと思うんですけど、そういうことじゃないじゃないですか。なんかけ関係性だったりするんで、文字を大きくすればいい、めちゃめちゃ大きくしすぎて読みにくいみたいなこともやっぱり出てきたりするんで、だから、こう、そこはまだ完璧。 にはえっ、ー、と伝えきれてないし、即実践みたいなことに全員がなったかっていうと、やっぱちょっと難しかったなあっていうのがまあ、心残りであるし、力不足だなと感じたところではありますね。はい、でもまあ、なんかこう。今までのまんまじゃ良くなかったんだな。何とか工夫しないといけないんだな。みたいな。そういう意味での気持ちのあのまあ、より良くしていこうみたいな。 うんことに気づいてくださった方はいっぱいいらしたような感じを受けたので、まあ、そういう意味ではよかったのかなとだから同時にこの本読んだら分かりやすいですよとか、まあ、街にあふれているデザイン書だったりそういうのも紹介したりはしていました YouTube でもコメントで感想じゃなくて質問をいただいております。はい 少し今の質問と近いかもしれないんですけど、はい、市職員の方と関わり合う中でデザインの時期が変わってきたとかそういったことが分かるような瞬間はあったでしょうかと例えばそのデザインのアドバイスをした瞬間なのかその作ったものが形出された瞬間だったりそういったことはあるんでしょうかとのことです。ははははいはいはい、はいい瞬瞬間瞬間そうですすねあの表情がもう明明ららかに変わられるるるる方もいるはいるんですよだからパーッと明るくなったり ああ、そうすればいいんだ、みたいなセリフが出ちゃったりする方は、なんか、とても響いたんだな、っていうので、えー、感じやすかったですし、うん、そもそも、まあ、これ、そうなんですよね、そもそもご相談しに来てくださること自体が、まあ、言うたら、その方の仕事を増やしたり、ややこしくする行為でもあったんですよ。要は、相談しに来なければ、すっと上司のハんこもらっていけたはずを、これじゃあよくないなと思いながら、なん かたまあ、工夫できませんかって言ってお話ししに来てくださるんで。だから、気づけ、なんとなく気づいてて、えっと、来てくださる、相談しに来てくださることで、そうそう、やっぱそう変だと僕も思います。よし、じゃあそれ持って、上司の人と話しに行きましょうか。みたいな。クリエイティブディレクターも言ってたでって、免罪符として使えるかもしれないですねまあこれあんま良くないんですけど、<laughs> なんかそういうことも、なんかありました。だから、 えっと、やっぱそれぞれ皆さんあのそういう意味ではあ、頭のいい方たちでなん、えっとまあ、とかしてこのまま盗撮によくより良くしていこうという意識がもともとある方と何か分からんけど来てあじゃあそのやり方で、えー、工夫していきましょうみたいなことがあったのでまあ千差万別というかうんだか結果を見てというよりはやっぱその途中途中で感じてました、ね、その担当者の方たちが。 どうやってこのデザインという言葉を生かしていくかみたいなのは、はい、いろんな感じ方をしてました。はい。ありがとうございます。それでは質疑の時間を終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。最後にお知らせで、本日の学びを深める場所としてスクリーンラボというバーチャルの空間を用意しています。オンラインのホワイトボードアプリケーションのミロを使って。 気がついたことや今日メモを皆さんが取ったことを共有したり展開する場所です。バーチャルの学びの場所の放課後のような場になればという思いと本日教えていただいたデザインの領域が深まって発展していくような場所になればと思っています。URL は YouTube の概要欄に記載しましたので覗いてみてください。あっという間の時間ではありましたが多摩デザインユニバーシティ講義プログラム デザインアドバイス、デザイン都市のデザインとはを終了とさせていただきます。天卓先生、本日は改めまして貴重な講義をありがとうございました。ありがとうございました。したそれでは終了となります。ありがとうございました。